前回のあらすじ、スコール村で読書をした。今回からはスコールの試練に挑みます。どうも、ジョの目です。そこにね、人がいるのがちょっと怖い。実は前回から気にはなってたんだよね。なんか走ってきたし。何こいつら。倒していけ。ちょっと待ってね。調べさせて。お前ら何者？リーバーはレイダーで、イシンフィエ平原とフェルサード海岸地域のリスポーングループで見られます。川や海岸線の近くで4、5匹のグループで見られます。引きって、リーバーは視界に入ると攻撃し、弓兵が後ろに下がるように群れをなす戦術を使います。ま、倒して良さそうだな。うん、あ、ライトアーマーなんだ。ちょっと待って、今素で着てるやつとかは、弱っ。まあ、こんなとこで足止め食らってる場合じゃないんだ。シャシュが前に出るんじゃね。レバナをね、くじかれた感じがすごいする。水の石だからここなんよ。さ、行くか。まだいたの？こうなってくるとさ、テントとか欲しくない？なんか、サバイバル系モッドみたいな。スカイリムでもね、入れようと思ったんだけど、まあまあ、その、パソコンのスペック的に余計なもん入れるの怖いなーってなって、入れてない。入れたい。イグリングだ。さようなら。気づかれたかな、今。巻いた。巻いてない。へい。どこ、ここ。この近くだと思うんだけど。この電波、この辺じゃん。あれか？これだな。西へ進み、海岸沖の小島まで行き、スイマーに従って命の水を探せ。これは本の通りって感じだな。ちなみに今初めて読めました。あ、消えた。ちょっと待って待って、読んでないよ。水の石を眺めていると、そこに文字が浮かび上がるのが見えました。そこには西の海岸沖にある小さな島へ旅をし、命の水を求めてスイマーを追っていこうと書かれていました。まあまあ、やることはね、本で読んだからいいんだけど、よくないよ。読みたかったよ。読みたかったけど、スマホ間に合わなかったんだから仕方ないよ。まあ事前に出してなかった私が落ちる。悪い。黒いポーカーがいるっていう噂なんだけど、天気悪すぎて何も見えないっていうね。わあ、寒いよー。島どこだよー。残りとかって乗れると思うじゃん。乗れねえの。マジか。アズラの指輪つけてこの視界ならさ、一回帰った方がいいかな。寒いよー。暑いよー。お、いい天気。小さな島ってどれだろう。これなんかいるよ。お前か。これ、いや、黒いけども。Behold the sea, friend. Never will you meet a maiden so beautiful or unforgiving. こんにちは、見知らぬ人。ここではあまり観光客を見かけない。寒いし、ホーカーが多いから、大抵の人は足が遠のくんだ。昔は船長だったんだ。でも、それは、海でのあの夜の前の話だ。あ、これは、全く違うクエストが始まっちゃいそう。
これか？あ、いた！いた、お前だ。待って、魔法解いた方がいいかもしれない。ちょっと待って。使って、ブレッシングの方だろう。いた、スイマー。あら、かわいいわね。お前さんは一応魔法が使えるので、どこまででも潜りますよ。これ多分一応こういう風に泳ぐっていう体なんだろうね。どこまで連れてかれるんだろう。あ、かわいい。かわいいかわいい。かわいいわねー。フォーカーかわいい。かわいい。かわいいよ、フォーカー。ガガみたいな泳ぎ方してたら離されるか。うん、止まった。ここ？今日わかんないところまで連れてこられたけど、命の水は海の中だったはずだから、この中で空気を見つけて、この中か。魔法使っちゃダメっては言われてないからね。使うよ、私は。あ、でももしかしたら空気のあるところを見つけなきゃいけないから、わかりにくくなってるかもしれない。びっくりした、待って。あれ？強くはなかった。これ？命の水。命の水、瓶詰めされてたんだが、優しいな、おい。さて、これでいいのかしら？長く危険な泳ぎの末、私は生命の水を取り戻した。私はそれを持って水の岩に戻らなければならない。うん、これで良さそうだな。いやー、魔法が使えるって便利だね。そもそもね、魔法使いになりたかったんだよ、私は。気づいたら暗殺者やってたんだよ。理由は何だこれ。まあまあ不思議な生き物よね。なんかこう後ろ半分だけ毛むしられたみたいな。ああ、リクリングがいたのか。これ絶対乗りやすいように毛むしられてるって。かわいそすぎん。やば、天気悪くなっちゃった。スマホの準備よし。よし。あれ？ここ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 。生命の水とともに水の石に戻ると、石は魔法の火で輝いていました。ということで無事水の贈り物の儀式を完了しました。次なんだったっけ？左手の石の音楽の洞窟？このまま南下すればいいのか。それじゃあ次の試練を目指そうかね。うわぁ、クマと狼が群れできた。あ、あと一匹なんかおる。ここは動物園か何かかな。まだいる。人間？アーサーか。ソルスセイムは愉快な人間がいっぱいだな。ロングブレードも強くなってきたよ。これもしかしていい獣だったりするした？しないよね。獣の石ってこっちだったもん。これこの辺やったよね、確か。私一回行ったのよ。嫌な予感がして自分に言い聞かせている蛇の様子。この辺だったような気がするから大丈夫多分。
言い聞かせないとやってけないよ。実は倒した後でしたとかも笑えないからね。あ、でも大丈夫でしょ、あのほら、あ、やった、やっちゃったらやっちゃったで多分さ出るから、表示、このキャラクターを倒したことによって運命はどうのこうのみたいな。割とビビらされるやつ。さっき見えたのどっち方向だったっけ。あれあれ、多分これ、さあ今度はスマホを用意したぞ。え、これじゃない。北東にある隠された音楽の洞窟へ移動し、大地の歌を学びましょう。これ埋めてなかったら結構痛かったかもね。スマホが間に合ってよかった。北東、北東、今天気いいからこのまま行こう。北東、こっち。あ、まさかこれ？多分、違う、かな？やめとこ。罠だけ解除しとこ。よし。ここでもないと。結構探してるのですが、なかなか見つからず。お、これは？ん？光ってるエフェクトって冷静に考えたら自分が発してるんだけどね。ベラドンナが光ってるのかと思ったの。熟したベラドンナ、わからんけど持ってとこ。洞窟がなかなか見つからなくて疲れてた説はある。本には確か石を畑みたいなことが書いてあった気がするんだよね。とは言ってもこの辺りのは無関係なんだけど。人がいるよ。人じゃないかな。動きが人間じゃない気がする。何これ、まあ、初めて見る。ドラゴルだ。ドラゴルいるんだ。へぇ。ノルドの文化が広濃いってことなのかしら？すっげえ飛んだ。なんかあのこいつはすごい吹っ飛び方するね。どうしてそうなるっていうぐらいなんか謎の。それにしても道はこっちで合っているのかしら。絶対合ってない。あ、蹴った。蹴りとかするんだ。へえ。何か聞こえてきてるけど、多分これのことなんだろうな。叩くべき石がどれなのかはわからないけど。思ってた音とちゃった。もうちょっとなんかこう、高音のなんかこう、きれいめな音が流れるかと思ってた。武器よりも今は修理用ハンマーの方が嬉しいかもしれない。
けそうな鍾乳洞もそんなないしな。天井から生えてる岩を叩くみたいな、そんな感じじゃなかった？あの、方の通りならね。あ、これじゃない？あ、鳴ってる鳴ってる。この通りに叩けばいいのかしら？これ、これ、これ。これ、これ、あれ？あ、場所が対応されてるわけじゃないのね。ターンが変わりました、手続き。間違えた。新しいパターンを繰り返した後、音が大きくなり、そして静かになり、アースストーンに…ん？だ、これで戻っていいってこと？ふふ、楽しい。さて、戻ろうか。私、どっから来た？次の角を左。で、直線。ではないな。あ？どこだよ、ここ。こっちか。なんかすごいことなってない？あそこ。なんなん？あれ。ちょっと待って。獣がいっぱいいる。次が多分さ、獣の試練とかだった気がするからさ。あれを攻撃するのは、ちょっと。さあ、回ろう。回り道しよう。おお、キラキラ。アースストーンの儀式を完了しました。キラキラ。それじゃあ次の石に向かおうか。あれ、これこれじゃないよね。野生生物に手を出したくないな。私はそう思ってるんだけどね。相手はそう思っていないみたいなの。なんか人間が混じって、あ、いた。お前ら相手にしてる暇ねえんだよ。あ、やべ、近づいてきてる。とっさに冬魔法使ったけど逃げ切れるかしら。なんか解散していったわね。上にもなんかいるし。倒さない縛りの難易度って結構高いのでは？位置関係的に、なんかでもスカイリムの感覚としては上かなって思ったんだ。これは？そしたらあの木に行っちゃうからさ、あ、木かなこれ。場所に自信が持てないようですね、ジャノメさん。そしてまたあの帽子が壊れちまった。一応確認確認確認。あ、これだ、合ってた。あ、
南へ旅し善良な野獣を見つけその苦しみを和らげてください。はい、全南に、これさすがにそれは近場すぎると思いますよ。善良な獣手でもクマじゃなかった。これ多分違うな。こんな近いわけないだよな。一応獣の試練だし、あいつは生かしておいてやろう。丘の上のクマじゃなかった。お前は？みんなは前に行く。何こいつ？うわぁ、めっちゃ来た。最悪。また近くのやついね。あの人間何？あ、いじめられてるクマがいた。こいつらクマしか目に入ってないのかしら。お前大丈夫か？グッドビースト。なんだよ、ちゃんと書いてあるのかよ。これ。うん、完璧。君は？ん？リングリングに襲われているクマに遭遇しました。倒した方がいい感じ？大丈夫？ん？あ、そうだ。あの、弓を引き抜いて、やれ。で、こいつを回復してやらにはならんのよ。すごい、なんか今本の内容完全になぞってる。馬の傷は完全に治ったので、獣の死に戻らなければなりません。どうやら良い獣は私と一緒にそこに戻りたいようです。え、ついてくんの？あ、かわいい。獣の死ってどこだったっけ。戻った。これであのクマさんとはさよならなんだろう。じゃあな、元気でな。なんだか寂しくなるわね。なあ、家のもんが来たもん。さて、次の石にはあっさり到着してしまいました。あ、多分これ。あれ、違う。ちょっと待ってね。最初の木は消えました。東に旅して種を盗んだ人を見つけてください。気をつけて。種を持つ人が木を支配しています。最初のものを新たに植えてください。ここから東に旅をして、種を盗んだ悪いやつを見つけよう。と意気揚々と旅立つのですが、これがまた一向に見つかんないのです。ミカイはこの石の元に戻ったので、そんなところで今宵はこれまで。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。次回はスコールの試練後半戦です。無事にクリアできるのか心配なところではありますが、なんとか頑張っていこうかと思います。それではおやすみなさい。